皆さんこんにちは、開拓者です。さて本日からはこちらのゲームウェビットをやっていきたいと思います。まあ早速ゲームを始めていきましょうか。これはあれですかね、舞台になった森の説明といいますか、まあクレジットみたいなものですかね。で、このゲームは何と言いますか、この雲が主人公になっていろいろやっていくゲームというか冒険していくゲームなんですかね。で、ジャンプと、よっと。で、今はチュートリアルですかね。まあ、とりあえず、下の文字を見ながら、和多い雲についていけばいいって話ですかね。で、多分狙いが今出てる、この、白い丸のやつですよね。で、これで上に行けると。よっと。ああ、違かった。精密モードは、これになって、まあ近くの場所にエイムができるようになるみたいな話でしょうか。ここら辺で、よっと。ぶつかっちゃった。あ、そっちじゃなくて。よっと。次のステージですかね。一つの場所を選んでエイムして、ボタンを直しすると雲の糸が晴れますと。で、こうやって貼るとまあ自分の道ができるというか渡る場所ができるみたいな感じですかね。面白いですね、この弦の音というかギターみたいな音がするのは水滴にというか結構好きですね、自分は。よっと。で、ここはついていきみたいな、あ、上に行くんですかね。あ、やり直さないと。よっと。おお、カラフルな蜘蛛の巣がありますね。ん？何か来るんでしょうか。おお、鳥居ですか。だいぶリアルな鳥居ですね。これもドット絵で出てるんでしょうか。あ、蹴散らされた。あー、連れて行かれちゃいましたね。レーザーが撃てるというか、なんでレーザー撃てんだよみたいな、どういう原理というか、まあ、そこら辺は突っ込んだらダメなんでしょうね。あ、なんか出てきましたね。やあ、おちびさん。君の恋雲さんのことを見ていたよ。かわいそうに。あの大きな意地悪鳥は長い間、空の東へから地上に降りては、虫たちを怖がらせてきたんだ。僕の兄弟もたくさんあいつに食べられてしまった。でも、君の恋雲については食べるつもりでさらったんじゃなさそうだ。ほら、あの鳥は青い石を集めるのが大好きだろう。君の恋雲は見たことがないくらい綺麗な青色だからね。ふうむ、そうだ、僕の昔の巣においで、思いついたぞ。で、巣、ああ、これが巣ですか。あ、移動しなくていいんですね。連れてきてくれたのは助かりますね。この大きな絹の玉、パッとしないかもしれないけれど、僕が昔住んでいた場所なんだ。
北の方に住んでいるアリたちはこれをアズマヤドリと戦うための飛行船に改造したいそうだ。無茶なアイディアだ。アズマヤドリっていうのがさっきの、まあ、鳥ですかね。これまでは断ってきた。でもこうなったら少しばかり無茶をしなきゃいけないかもね。アリたちの飛行船作りを手伝ったら空のアズマヤにたどり着いて君の恋雲を助けられるかも。あーで、ミッション的なものが左上に追加されましたね。もちろん燃料もいるね。他のフンコロガシたちに頼むといい。燃料を探すと、そして冒険にはガイドが必要だ。あちがいいんじゃない？空については誰よりも詳しいよ。うん、いい計画だ。やること多いな。まあいいや。さあ行くんだおちびさん、急ぐんだよ。広い世界に飛び出すんだ。仲間を作って恋雲を救い出せ。なるほど、恋人雲を救いに行くのが今回のゲームの目的ですかね。でもいいですね、なんかちゃんと反応してくれるのは面白いというか。先に進みましょうか。まずはあれですかね、アリでしたっけ。まずは改造のためとかに多分時間がかかるんでしょうから、アリに助けを求めに行くというか、協力でしたっけですかね。こっちかな。おお、なんかここは滑りますね。何なんだろう、湿ってるんですかね。あー、なんか上からこぼれてきますね。水かな。あれ、ここはクモの巣は張れないのかな。なんかカーソルというか、なんだ、エイムのなんていうんですかね、白い丸は、まあ精密射撃の元というか、まあ、カーソルが左の方に行かないんで、うん、この滑るところじゃ糸は引けないみたいですね。まあこっちは何もなかったんで逆側ですかね。あ、なんか穴がありますね。よっと。あ、何か雲がいますね。ああ、どうしよう、この辺りで小さな雲たちを見かけなかった。大きな鳥が飛んできたせいで子供たちがびっくりして藪の中でチリチリになってしまったの。お願い、一匹でも見つけたら私のところに連れてきて。あの子たちは一人で生きていくにはまだ小さすぎるのよ。え、40匹そんなに集めなくちゃいけないんですか。まあびっくりはするけど、レーザーって言ってもそんなになんか問題的なことは起こらなそうですね。殺されるみたいな、そこまではなんないみたいですね。まあこの穴行って、あ、アリいましたね。怒られないかな。ごきげんよう、同志くもよ。アリの力で解決できそうな問題を抱えていると聞いたぞ。手伝いたいが、こちらも最近ヒアリに襲われてね。まだ復興に手間取っている。時間があるなら地下で働きアリたちを手伝ってくれるととても助かる。メカアントの部屋にいる同志カールに声をかけるといい。彼女は仕事を割り振ってくれるはずだ。なるほど、機械のアリを作っている部屋がある。よっと、これは何の機械ですかね。なんか下に鎖があるんで、エレベーター的なやつでしょうか。で、これがレバーで、なんか動きませんね。なんか壊れているんでしょうか。まあ、こっちしかないですもんね。
あ、これはさっき話していたカールでしたっけ？エレベーター修理の手伝いに来てくれたのかい？あ、これはメカントの部屋じゃないんで、カールル君じゃないかもしれませんね。槍の攻撃で壊されてしまったんだ。でも修理に使う部品に足が届かないんだ。この部屋の反対側から銅の歯車を取ってきてくれたれたら、エレベーターをもう一度動かせるはずなんだ。エレベーターが動かないと、この下には行けない。ああ、で、さっきのエレベーターを直すと。この反対側ってことはこっち側ですかね。これは何なんでしょう。油ですかね。渡れるかな。ああ、ダメみたいですね。上は何かあるかな。あっぶねー。多分このトゲも触ったらダメなやつですよね、多分。やっぱり触ったらダメなやつですね。ここら辺は隠し通路とかはなさそうかな。なさそうですね。まあ、まっすぐ歯車を取りに行きましょうか。あ、近づきすぎましたね。まあ、そこでいいや。こんなところで糸を張って。よっと。これアリたちはどう移動してるんですかね。ここも壊れちゃったから歯車を取りに行けないみたいな話というか、なんだあれ、なんか幼虫みたいなのがいますね。あれはアリの子供ってあんなんでしたっけ。ね、また入りそうになりました。まあ、なんか集めるといいことあるのかな。で、隠し通路的なところにもまたアリの赤ちゃんがいましたね。側から行けばいいでしょう。あっぶねー。で、これを向こうというか、エレベーターのところまで、あ、じゃなくてアリのところまで持っていけばいいんですかね。動かすの大変だな。ほらほらほら、あっち行け。どうしよう、ありがとう。歯車は私がメインシャフトに戻しておく。歯車ボックスに入れておいてくれ。まあ、とりあえず、まあ、エレベーターの件は片付いたんで、下の方行ってみましょうか。こっちは何の部屋なんですかね。あ、やべ、切れちった。なんかトゲ、なるほど、下からじゃいけないというか、糸張んなくちゃ通れないですね、これは。よっと。まあまあ、これでいけたでしょう。あ、やべ。いい場所に貼りましたね。一回死んだ甲斐があるというもの。ここは何もないのかな。よっと。あれダメだ。糸張んなくちゃダメですかね。
まあ普通にこれで例でいいか。でまた赤ちゃんゲットと。他には何もなさそうですね。あ、切っちゃった。いけるか。ダメだ。また糸張んないとダメですかね。あー、よしよしよし。で、エレベーターですかね。戻りましょうか。あ、これを歯車ボックス、あれですかね。まあ、歯車があるところというか、やべ、直してねえぞ。よし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 。でこれを戻せば、あ、じゃなくてレバーをやれば動くんかな。あ、動いた。おお、すごいですね。あ、また赤ちゃんいる。あ、戻るんだ。降りれない。先に赤ちゃん回収してエレベーターの到着待って、どこまで行くんでしょうか。こっちはなんもないというか、ちょっと左上何かあるか確認ですね。まあ何もなかったら、ああでもやっぱこれエレベーターちゃんとやっておかないと、あ、ま、入るとき大変ですもんね。下に下ろしておかないと。これは非常口のマークありますね。何なんでしょうか。またさっきみたいな赤ちゃんがいるんですかね。よっと。ああ、さっきの赤ちゃんがいる場所に出るぐらいですか。でこっちは、何があるのかな。いや、どうしマルクに地上でスカウトされたのかい。あ、この人がカールなんですね。素晴らしい。メカント完成までまだたくさんの作業が残ってる。具体的には鉄工所に行って顎のパーツを最後の熱処理をする。でもそのためには配管作業所を修理しなきゃ。パイプの復旧はメカアントの動力供給にも必要だ。足もまだ3本足りないんだった。2本は機械工場からの納品待ちだ。さあ、ぼーっとしてる暇はないぞ。どうし取り掛かるんだ。なるほど。まあここら辺でというか、アリノスの最深部というか、ここがあのメカアントの工場みたいですね。まあキリがいいので今回はここまでにしたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。